ブラボー。いや、フィジカル8上げブラボー、マジで。ちょっと中盤でも使いたいよな、でも。かーがわしち。あれこれなんであかんの？あー、そっか、ワールドカップカードがないからか。これ、ケミ合わせマジ激ムズやね。やばいね。いや、トマー入れたいけど、まだ取ってへんねんな。とりあえず、長友使いたい。よし。もしかしたら途中で、ボランチとかにするかもしれん。ちょっと、長友に守備してもらえるように、左で重ために攻めます。長友に守備してもらえるように、左サイドで重ために攻めます。私は。お、スカット似てるやん。いやー、ベルフワイン、ベルフワイス、ガッポええなー。よし。長友。いいよ。長友。ユート。ユート。ユート。やべ。ナイス。ナイス、長友。あ、やべ、終わった。ナイス、よし！はい。来てるよ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 。長友。いや、ちょっと待って。全然上がらへん。はい。これやっちゃ。よーし。取れるよ。頼むよ。長友だ。長友。くそ。今のは僕が悪い。今のはブラボーは悪くないから。ヤシン。ん、トマーネッセー。今日も今みたいなシーン期待してます。今気づきました、僕。ベルギーのユニフォーム着てます。演技悪い。演技悪いとか言ったらあかんか。カバーリングはすごいいいけど、対人はそんなに強くないって感じやな、長友な。来た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 。長友！長友！長友！よし。取れん。こういうことが結構起きる。こういうことが結構起きる。なんていうの？取り切れずに、みたいな。いいよ。はいよ。はいよ。逆サイド？落として。無理やる！無理やる。素晴らしい。はい。起点が長友！素晴らしい！マンオブザマッチ長友。素晴らしい。次は、チュバトモいいか、チュバトモ。でも、どうかな？どれぐらい仕事できるタイプかな？いや、日本代表ユニかっこええ、マジで。代表ユニマジかっこいいわ。そう、なぜかベルギー来てる、そう。いや、ベルギーの思いも胸によ、それは。行くぞー！ボラトモ。いいよ。あ、でも案外？はい。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 朝のダークマンくっそー。あ、やべ。怪しいなんですね。あっぶね、ルシオ強すぎ、マジで。ナイス。よし。いけいけ、ゴー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 、長友ゴー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 、お願いし、あー、いらっしゃー、いらっしゃったね、朝のナイスー。なー、野心が強っ。でも言ってたらすぐ取られるから、そういうゲームです、これ。長友ナイス、2度目実質2得点やろ、これ、マジで。はい、いいよ。はい、散らして上がって、あ、いいよ。長友？浅野？浅野？ナイス！あー、ラストパスが通らん！あー、これはあかんかもしれん。強やしん！長友！やべ。あー、これやべ。なあ、やしんやば、マジで。全止めやねんけど。うまい！いやー、惜しい！もう、オブザマッチ長友も。2連で、ちょ、稲順買おう、ほんで。ちょっとね、我慢できん、もう。5万。
5000と見た。お、7番すんの？え、めっちゃ期待されてるやん、日本。いいですね。よし。これで、うちの右ウィングも盤石。問題は、ケミが1なこと。冨安にしよう。あれ、これで足らんの？あー、ワールドカップカードってめちゃめちゃやっぱ大事やったんよね。いやー、三笘がいればなー、ケミニでいけるか。おいおいおい、テスト相手には、おい忖度してくれ。ちょっと忖度して。だよ、長友、長友、あー惜しい。早い。ブラッ、なんじゃそれ。おい、いいよ。朝のタックマ、おおおお。長友、なあ、いやー、うまっ、くしゃー、こら。僕だって長友でやれるってことを、スタッ。あ、でもそれでも評価点8よ、すごくない？長友マジでやば。まあ、言うてでも僕も600か。なんで僕600でこんなことしてんねん。600、なんで僕レート600でこんなことしてんの。じゃあ、次は、本来の味、サイドバックともに戻して、で、その次にサブともやるか。よーし、行くぞ、とも。長友得意の縦突破から、クロス上げて、あすら、惜しい。何してんねん、お前。ちょ、まあ、それ一番か。それ一番赤やろ、それ。それ一番赤。頼む。ナイス。マッチポンパーすぎる、マジでな。消防とも。いいよ。朝野拓磨の、マジック。長友右にするか？長友右にす、右友にしてみる？これ右友いいかもしれんよ。てか。長友縦突破！おい！いや、よくない。うわ、マジか。長友、頑張れ。よし。ナイス。長友の弱点、危ない。思いっきり、ま、ヤシン、とんでもない。ヤシン頑張ってるね。ちょっと、右友でいきます。よし。強いな、マジ、こうやって見たら。足くさいな、マジ、俺たち。ま、月500時間やるわ。任して。あ、バラさん、こんにちは。どうも、ありがとうございます。さあ、右友。よし。はい。なしだ。頑張れ。ナイス。よし。朝に拾って。あ、惜しい。あ、来た。ラッキー。あ、やってみた。いや、野心。何？これ野心の反則動画かもしれん、もしかしたら。ねえ。野心からプロモーション受けてるかもしれん。さあ、長友、ついにその時が。よっしゃ、ブラボー。さあ、右サイドかも、走ってくださいと言わんばかり。縦突破からクロス出して、いません。いや、素晴らしい縦突破。いや、惜しい。フォル
が強マジで。さあここは長友レナードのスタミナがないよ。スタミナがないってことはいつまでもいけるってことになりますよね。おっ、ピケ、おいー、蹴るのはもちろん優斗長友。ディフェンダーとは思えない、とんでもコース。そうでもなかったわそうでもなかった。ブラボー。でも長友が2点取ってんのよね。えつまりバックラインから得点力がもう爆増してるってわけ。今日クロアチア戦5点か5点取ります。マジで来たよ。はい、長友惜しい。よーし、ブラボー、これはブラボーでしょ。おい、カバーハイバグってるって。ねえ、ちょ、初めて見た。ちょっとカバーハイがバグってるって、ちょ見て。ねえ、すごくない？みんなこんなんやんか。すごいバグってんねんけど、カバーハイが。ねえ、これ10点取るためにはこんなにせなあかんのか。やばこれ、顔みたいになってるやん。もうゾクッとするぐらい走ってますやん、あなた。見てこの冨安のこの下半分に加えて、これ全部やってる、ほんまに。全部やってるやん。見たことないねんけど、こんな。まあ、ケミ合わせさえ乗り越えられればなんですよね。マジで、これ。てか、サイドバック使って攻めると強いね。僕、そこにちょっと気づいたわ、今日。サイドバック使って攻めると、めっちゃ強い。人数有利やから。